松江市の住宅街歩いてみますとこちらには団地や一軒家が多く立ち並んでいますそんな中ありました公園とありますそして鉄棒などが設置されていますがボール遊びをするのはかなり狭い広さですね住宅地にポツンと整備された小さな公園 広さは200平方メートルほどしかありませんこのような小規模な公園も合わせて市が管理するのはおよそ400か所一体、なぜ多くの公園が点在するのか団地開発とかいう部分がありますとこれまでは3000平米以上であればですね、その約3%に当たる部分を広場であったり公園であったりすると。 いう,うなことがございました市によると公園の設置は都市公園法で定められていて団地開発が進むと比例して公園も増える状況となっていきました市民の憩いの場が増える一方課題も年々増え続けています高齢化されてもその団地は子供がいなくなってしまったそれでも公園の方は 当然相談してるわけけですけども子どもさんが遊ばない公園が公園の在り方、それから維持管理というのはやっぱり課題であると利用者の減少と施設の老朽化公園が整備された当初は子育て世代の利用があったものの子どもの成長とともに利用は減り、同時に公園自体の老朽化も進んでいるのが現状だといいます実際に公園を覗いてみると。 あちらご覧ください、バスケットゴールが設置してあります、そしてこちらはサッカーゴールなんですが、ご覧ください、ネットが完全に破れてしまっています、見渡すとです、ね、市民が頻繁に利用しているといった印象はああままりありません錆びついたバスケットゴールにネットが破けたサッカーゴール。 維持管理費を見ても、2021年度は1億5200万円と10年前と比べて2400万円も増えています。400あります。年交いの中でもですね、約7割ぐらいが20年以上まあ経過して遊具であったりとか、トイレであったりとか、まあそういう公園の施設の方が老朽化してきていると。一方、公園のあり方の転換で。 にぎわいを取りり戻した成功例もあります全国から来ていただくこともありうると思いますしまた海外にも訴求することで、えーまあサバゲーの聖地とななるようなですね2021年松江市の上定市長が公園活用の社会実験として打ち出したサバゲーの聖地構想市が聖地として選んだ場所はもう本当閑散とした。 嘘とした困ったなというのが正直なところだったんですけども市が管理する新自総合公園古墳の森広大な森林公園の中に宿泊できるキャビンなども整備されていますが利用客は年間2人だけという年もそこで利活用のアイデアを市民に募ったところ出てきたのがサバゲー場としての活用でした さらに公園の管理についても市民の協力を得ています負担軽減のため市民の公園愛護団に除草作業などを委託していますしかし中には高齢化が進み解散するケースも少なくありませんこの公園にも 公園愛護団が活動をしている表示がありますが目を疑う光景が広がっていましたこちらの公園は滑り台そしてトイレが設置してあり比較的広い公園なんですが園内見渡してみますとご覧くださいお菓子の空き箱そしてジュースの缶が落ちていますそしてさらに速攻をご覧くださいもう大量のです、ね、空き箱そしてジュースの缶が散乱しています 管理不十分というより利用者のモラルの問題とも言えます高台に位置する公園をいいことにジュースの缶やお菓子のゴミが大量に捨てられていましたさらに 先ほどの公園からおよそ1 5 0メートル離れた場所にもご覧のように公園が整備されているんですねこの公園数の多さというのも公園を管理する上で負担となっている1つの要因かもしれません増え続ける公園対策として市は2020年に条例で0.3ヘクタール以上の開発面積に対して公園が必要だった基準を 1>, 1ヘクタールを超えない範囲に緩和しました。公園を利用する方々の声というのは一番大事だと思ってますので、こうした声をですねしっかり反映したさらなるま計画作りというか方針作りというところに進めていきたいなと思ってます。市は去年から各公園に設置した QR コードから利用者の年代や利用頻度、満足度についてアンケートを行っています。 結果などをもとに来年度中に公園の整備方針を決めていきたいと話しています今公園はあなたの声を求めています